最後にあれです、トランプはどうなってんのかなと。まずトランプさんが2024年の大統領選出ますかって言ったら僕は出るんだと思います、はい、そうですね、はい、だもう一つはね、ジョージア州とかで、うん、選挙区制、数え直し今やってます、ね、うん、やってますね、相当な数が虚偽投票だったということが明らかになりそうです、うんうんうん、これをじゃあ、でもあれ非公式ですよね。あ、もうね、ひっくり返らないんです、結果は。だから参考値っていうか、うんうん、でそれは参考記録というか、はい、で今起きてるのは、うん、そのいわゆる投票者の不正を防止するための、うん、ちょっとそのチェックを厳格化しましょうとか、はいはいはい、そういう法案が、うん、テキサスとジョージアだったかな、ニューメキシコだどっかではもうすでに可決しちゃったことに対して、うん、バイデンはそれは有権者の権利を奪うんだと言ってる、うんうん、でもおかしいですよね、うん、それおかしい、ね、不正な投票を抑止するのはこれ民主主義を守る最低限の、当たり前の日本のように素晴らしい戸籍制度とかアメリカないんで、自分で登録しに行って投票できちゃう、うん、だからそれをきちんと郵便投票とかもきちんと、うん、不正がないようにしましょうということについて、これは今ジョージア州で行われているカウントというのは実はその議論に対して重たい意味があるんだけど、アメリカでは全く報道されないです。驚くほど報道されない、うんうん、ということはね、アメリカって正義とかそれを是正していく力がもうないんじゃないのか、劣化、有識問題だね、うんうん、で、うん、それに戦う、うん、もしかしたら最後のアイコンがトランプで、うん、だから2022年の中間選挙っていうのは、うん、共和党の候補者がどれだけトランプに依存するかが、うん、アメリカの未来を決めるんじゃないのかなという感じを持ちましたね、今回アメリカ各地見てね、うんうん、でね、民主党の中にもこれちょっとおかしくないっていう人たくさんいるんです、実は。ああ、そうなんですか。もうトランプはだって追い出したんだから、うん、もう一回ジャスティスとか、ね、正義とかルールに向き合おうよという人も少なからず良心的な民主党にもいるんですね、うん、ただ、これをねメディアが圧殺しようとしてる、うん、だからトランプの関連のまたツイッターが永久凍結とかしてる、はい、まあ、未だに怖い裏返しなんですよ、はい、だからこれはね日本のメディアもおかしくなってる、だから、うんうん、ほとんど報道されませんけど、私はこういう場に呼んでいただければ、うん、アメリカのジャスティスがおかしくなってるっていうことは、うん、これ日本にそのまま帰ってくることだから、うん、きちんと訴えていきたいし、うん、じゃあ日本の政治家と日本の政治と日本のメディアはどうなってますか、うん、おかしくなってませんかという、うん、もう他山の意思としないとね、まあ、すごく僕はアメリカは傲慢でね、うん、尊大な国だという印象を持ってたんだけど、うん、はい、去年末と今年2回行って、はい、もうすごく卑屈でね、うん、歪償で、うん、不正義が横行する国になりつつありますよ、うんうん、そういう国に日本をしないためにはどうしたらいいか、うん、これはその例えばコロナの対応もそうだし、憲法改正もそうだし、うん、ちゃんとした議論ができる土壌っていうのを守っていかないと、うんうん、まあ、なんていうかな、自由主義あるいは資本主義とか法の支配というのが、うん、独裁的な人たちによって蹂躙されようとしている、うん、その現場が今アメリカ本土ですよ、うんうん、いや素晴らしいお話だ、はい、ね、いい話だ。最後ね、アジア人ヘイトって、うん、山口さん言ってらっしゃる時大丈夫だったんですか、 なんか怖さ感じたりとかするんですか、うん、歩いてると後ろからなんか、ね、殴られそうな感覚とか、ね、そう、僕はね、はい、直接はなかったですというのは、はい、現地で僕ヒゲ生やしてたんですね、あ、はいはい、今日これがあるんで剃ってきたんですけど、うん、これでボーッと生やしてて、はい、それで帽子かぶって、はい、サングラスしてると僕あんま何人か分かんないところがね、サンフランシスコとロス歩いてたら、はい、私と一緒に歩いてた、これ純粋アメリカ人なんだけど、はい、中国系のアメリカ人にそのまあちょっと案内してもらうんで、うん、中国この人はね殴りかかられました、うん、私と二人で歩いてたの、へ、僕はヒスパニックかなんかに見えて、はい、彼はそのアジア人に見えて、見えて、なるほど、それでなんかねこうハリセンみたいなやつで、うん、バーンって叩いて走って逃げてったんです、へ、で大丈夫って言ったら、あ、今週2回目だからマジっすか、アジアヘイトはね、そんなに報道されないけど、いや全然普通にあります、いや、まあ日本でも去年の 2.5 倍とかなんかそんな
ペースでもう来てますっていうのはあるんですけど、うん、もっとあるって感じ、ね、それで、犯人っていうかね、こういうことをやる人のほとんどが黒人です、うん、あなぜかというと、まあ、黒人の加害事案はほとんど報道されないんですよ、うん、アメリカで、なるほど、無罪放免になっちゃってる、うんうん、でしかもアジアヘイトがあまりその BLM ほど盛り上がらないのは、うん、その黒人の権利拡大のルートなんだという言い方と、うん、その チャイナウイルスって言ったトランプが悪いんだという責任転嫁が今でも行われてて、うん、あまり真剣にねアジアヘイトと戦おうという雰囲気はないですね、うん、正直言ってね、うん、これもねアメリカの劣化ですよ、確かに、うん、そうだね、うん、確かに確かに、だからね行くとあの皆さんもアメリカで例えば 2,3 日過ごしたらね、うん、あの正義と自由とね尊大な超大国というニュアンスとは随分違うものを感じてると思いますよ、うんうんうん、非常に残念ではありますけどね、はい、こういうところに日本の安全保障をね日米安保でこう安住してる場合じゃないかもしれない、うんうんうん、独自の軍事力自立しない、まあね、自立したのは、まあ、確かにね、まあまあまあやっぱりそうですよね、はい、実際そのバイデン菅会談で、うん、一番大きなことは、うん、日本は軍備増強しなさいと言われて菅さんはしますと、うん、これはね歴史に残るやり取りですよ、うんはい、日本は例えば核武装とかね、うんはい、敵地攻撃能力が当たり前ですよ、うんで尖閣に自分でだってミサイル基地作りゃいいじゃんっていうのはそうです、アメリカの人普通に言いますからね、うんはい、で正論なんですよ、うん、じゃあそこに踏み出さない限りこれ取られますよ尖閣なんてすぐに、うんはいいやありがとうございました、はい、大変いいお話でした、はい、ありがとうございます、またということでまた来月も、はい、あの来ていただきたいと思って、ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします、今週はこういうことで終わりたいと思います、よろしくお願いします、ありがとうございました。